みのものをくだされます。じゃあ、先ほど申しました通り、これは対象の、舞台家具ということで、これと私どもは徐州のことについていろいろ調査をしているんですけども、それとの絡みもどうもあるようでございます。じゃあ小川館長どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。私お父さん大塾の塾頭を使っております小川と申します。さて、今日私の役割はこの2つの物体道具についてお話することなんですが、しかし今日舞台におりました、役者、それから、山田耕作の音楽、そして、早見義雄の絵画作品、これらが一見バラバラのようですが、どこかでつながっていはしないか、そんなことを私考えて、少し、そのお話をさせていただきます。さて、で、皆様、多くの方はサロメというと、このビアズリーのイメージで馴染まれているのかと思いますが、実はこの原作者ワイルドはですね、このビアズリーの絵があまり好きではなかったようですね。その理由はこれあまりにも日本的だというわけです。確かにビアズリーは浮世絵のファンでありましたし、どこか歌丸風のイメージがここにある。それに対してワイルドはむしろビザンティンとか西アジア風のイメージを持っていたのかもしれません。さて、トムはね、その原作、サロムが1893年にフランス語で書かれました。原作者ワイルドは非常に問題でありまして、イギリスにいられなくて引っ張りに行ったわけですが、そこで、死ぬわけです。そのワイルドが死んだのが1900年、残念なことにその少し後で、サダエコがパリに参ります。そこの出会いはなかったわけですが、しかしながらその後何かと戯曲サラメは日本との関わりがあります。そのことについて少しこの舞台道具のお話の前に、話をさせてください。さて、これがサダエコのサラメの当時の写真でありますね。こんなように妖艶な姿で、この時もうすでに貞彦は40代であります。で、彼女の舞台人生の最後の方になりますね。しかしながら、音次郎と死に別れて、大正の前半期を6年ほどですが、こうした新しい芝居に果敢に取り組んだというわけですね。今日のサラメの翻訳は松井翔陽という非常にユニークな演劇人ですが、この人は、サダエコのためにこのほかトスカとか、あと最後に引退公演になりますアイーダの演出もしております。これはオペラではなくてお芝居でありますが、このさて、で、大正元年に我が国では最初のサラメ公演が、これはイギリス人の、旅役者だと言われますが、横浜の今ゲーテ座とか言われますが、そこで開催されたことが分かっております。それに引き続きまして、日本のサロメが、次々と大正前半期に行われますが、これが貞彦で、こっちが松井須磨子。実は松井須磨子が一番サロメを演じている、100回以上演じてますから、多分そのサロメ、大正期のサロメのイメージは松井須磨子に集約されているようなところがあります。さて、これは、松井須磨子が日本語でサラメを演じた最初の人、大正3年だと思いますが、そして大正4年に貞彦、そしてその次々と女優たちが、分かっていただけで10人ぐらいの女優がこれについます。中にはこのような、起立し、松井、消極祭、天下
こんな人も、手品絡みでサラブ演じて、これ結構人気になったと。で、しかもこれ、森外の音楽でやったんだから、結構そんなに極むのではなかったかもしれません。いずれにしろ、まあ、こういう妖艶な、エロティックなその演出が人気を博したわけでありますね。さて、で、そしてから、このサロメに関わる人をもう一人紹介させてください。おそらく多くの方には馴染みのない名前でしょうか。高木徳子。実は、今回の、まあ、サラ役版のサロメですが、これについてですね、幼い香る、この時代の、まあ、一番優れた劇作家で演出家だったと思いますが、劇を書いています。実は、少し辛口でありまして、幼い香るが理想とする、サラメとは、まあ、定彦は少し違っていたというようなことが書かれていますが、しかしながら、幼い香るはその、上演について、二つ、良いところがあったと言っている。一つは山田耕作の音楽。山田耕作は、このサラメのために、序曲とそれからダンスのシーンで音楽をつけたと。ピアノとバイオリン三丁とチェロとクラリネットですか、そんなようなことが記録に残っていますが、これは幼い香るの仲間でありますから、もう褒めているのは当たり前かと思いますが、でそして高木徳子はこの定彦のサロメダンスの振り付けをしたということが知られております。私少し調べておりましたが、この高木徳子って非常にユニークな、舞台人であります。定彦には20歳ぐらい年下です。で、しかし境遇が似ている、夫婦でアメリカに渡ってそこで、生活のために、旅芸人になると。その過程でまあ、トゥーダンスはこういうかバレーシューズを着て、踊るというようなことを覚えて、そして、欧米を回る、そして日本に帰ってきたというわけですね。ですから当時の日本においては最初にモダンダンスを、もたらしたそういう人であります。ですからこの定彦版サロメに登場はしなかったけれども、その陰で支えた一人だということが、まあ、記録の上では分かっています。その後高木徳子はしばらく、定彦一座についてもあって、この人が、まあ、サロメダンスを踊ったということも、まあ、記録の上では分かっております。しかしながら、松井須磨子、高木徳子、この、まあ、定彦よりは後輩の、まあ、歌人たちですが、共通している点がいくつかあります。非常に感情の起伏が大きくて、それをが精神的な苦しみになる。ご存じの通り、松井須磨子は自ら命を絶つわけですが、大正8年、同じ年に高木徳子も20代死んでおります。そういう共通点、それから、この2人の共通点でもう一つ、今日の、プログラムで少し書かせてもらいましたが、ファム・ファタル、運命の女という、捉え方がありますが、舞台上で、自分が死んだり、あるいは相手を殺すというような、非常に激しい性格を持った女性が、この時代の、女流の一つの、典型的な役割であり、それが人気があったわけですが、サラメが典型的なその役割であります。本当にカルメン、これもファン・ファタールの典型と思われますが、高木徳子も須磨子もこのカルメンを演じて、そして、その今日のサラメの幕切れのような短い章で閉じているということになります。それと比較しますと、定彦はその少し前に舞台を引退して、ご承知の通り茅ヶ崎から名古屋行って、大事な人生を歩むわけですから、随分その生き方が違うわけですね、さて、ね、少し前段階が長くなってしまいましたが、この2つの舞台道具を、ご紹介するためにキーパーソンがあります。これもおそらく皆様おなじみない名前かも分かりませんが、吉田幸三郎という人です。要するに私たちが専門する美術、それから演劇、この2つを結びつけたのがこの吉田幸三郎です。吉田幸三郎は、目黒の今まで言うとどうですかね、庭園美術館とそれから目黒区美術館の間ぐらいの広大な土地の、地主の息子であります。そこを
長者丸という、まあ、高級住宅地と開発したその長男ですね。でこの吉田幸三郎って人は非常にこの人もユニークで、一言ではなかなか説明できないんですが、まあ、簡単に言えば趣味人、通人でありまして、まず早稲田で坪内松陰の弟子なんですね。で、その、舞台、ごめんなさい、文芸座、あ、ごめんなさい、文芸協会、文芸協会の、研究所の1期生になります。ここで、まあ、松井須磨子とも同窓になるわけですが、そして、この文芸協会が解散しますと、いくつかに分かります。島村芳月と松井須磨子たちの、芸術座、そして、この吉田幸三郎は舞台協会というものを設立します。まあ、あの目黒の、まあ、大富豪ですから、まあ、そのふんだんな資金を持って、この芸活動を進めるわけですね。舞台協会です。さて吉田幸三郎はこの舞台協会、少しこう皆さん見えてくるかもしれませんが、2回ほどこの講演をしております。大正2年に、まあ、松井須磨子のサラメが初演されました。それからその年に舞台協会は負けたる人という芝居を帝国劇場、これはあの渋沢栄一とか、久沢桃介が設立して運営した日本一の劇場ですよね。そこで、この負けたる人という芝居を、まあ、上演したと。まあ、その2年後に、まあ、本日皆さんにご覧いただいたサロメも、まあ、上演されるわけです。さてこの負けたる人というその戯曲ですが、これはこれがその、帝国劇場の素晴らしい劇場ですよね。で、この、負けたる人という戯曲ですが、ごめんなさい、森外が翻訳しておりまして、ドイツのウィルヘルム・フォン・ショルツという劇作家が書いています。大体サラベと同じぐらいの、まあ、一幕の、これもサラベと共通してますが、お芝居で、私ちょっとその翻訳読んでいましたが、非常にこうセリフが、まあ、象徴的、あるいはある神秘的な、非常にこう、まあ、多分難しいお芝居だと思いますよ。でそれを、まあ吉田幸三郎たちは上演したわけですね。で、その舞台協会の、まあ、たまたまその資料写真がここに残っていたので、私はそれを少し関心を持って見たんですけど、ここにですね、あれと私は思ったんですが、よく分かりにくいでしょうか。ここにまあ椅子がありますが、どうでしょう。それともう一つ、これなんていうんですかね、長持ち、性欲の長持ち、今言ってるので滑走ねとかって言われるものですが、これ蓋開きません。まあ、まあ、いや明らかに、その舞台道具として作られていると私は思います。こうですね、これ少しちょっとこれでもよく分かりませんけども、まあ、こんなような渦巻き模様がありますから、おそらく間違いないだろうと思います。で私このことを早稲田大学博物館に学院さんにお聞きしたら、まあ、確かにより詳しいことを教えていただきまして、これはやっぱりその舞台協会の、まあ、上演時に使われたものだそうですね。まあ、こんなやつ、まあ、こういう椅子となるんですね。さてで、まあ、おそらくなぜそれではですね、この2つが茅ヶ崎にあるのかという話です。先ほどの吉田幸三郎の話に戻ります。吉田幸三郎は、まあ、舞台協会で2回ほど、演劇活動に関わった後ですね、その目黒のそこまでは役者衆が寝起きしていた、まあ、場所に今度はですね、日本画家たちが集まるんです。つまり演劇から美術の方へ、日本画ですね、日本画のパトロンになったんですね。で、今村志功をリーダーとする、まあ、石油会という画家のグループたちがこの目黒に来るんですが、その中に若き、
早見御舟がいたんですね。さて、で早見御舟はその後吉田幸三郎の妹と結婚します。つまり義理の兄弟になるわけですね。そこで、広大な、屋敷の中に、画室を設けて、そこで今日ご覧になったような演舞であるとか、明治一律巻を制作したということが分かれています。さて、これ御舟のアトリエでの写真ですが、こう見てください。明らかにこの椅子に、座っていますよね。先ほどは役者集団使ってますか、御舟さんが座って、このように、おそらく、義理の兄吉田幸三郎からこの舞台道具を譲られた御舟はこれを大変愛して自分の画室に置いて使ってきた。ただこの人も41歳ですかで、昭和10年亡くなります。その後画室に置かれていた。それで、そこまでは目黒の話ですね。その後、その御舟さんの次女と、まあ、それからその結婚相手の吉田小僧さんという方が茅ヶ崎に引っ越してきて、そしてそれから早見御舟の二房人伊代さんも一緒に茅ヶ崎、戦後ですが移住された。おそらくその時に目黒にあった建物な2棟ぐらいかと、その中にあったこの家具も一緒に茅ヶ崎に来たんです。で大事にその後も遺族の方たちが守ってこられた。今日こういうその大正期の、文化遺産が一度に返した中で、まあ、復活したということを喜びたいと思います。さて、それで、まあ、今回、早見家のご遺族が私たちの活動を理解してくださって、非常に貴重なその明治期の道具を貸してくださって、こちらに嬉しく思います。それで、まあ、今回この大正期の、まあ、文化というものがこういう形で、まあ、その命を吹き返したということを喜びたいと思うんですが、私調べていて少し面白いことが分かった。実はですね、今日の11月28日の、公演は前から決まっていたわけですが、先ほどご紹介したこの2つが帝劇の舞台に上がったのは大正、2年、1412年ですかの、ことなんですが、3日間だけ使用されたんですね。で、その日付を見て私驚いたんですが、11月28日です。ですから、まさにこの108年経ってその忘却の中に姿を消していた。さあ、この2つの道具が皆さんの前でよく蘇った。それだけでございます。以上、簡単ですが私の説明です。どうもありがとうございます。今の話聞いて大変驚いたんですけど、108年前の今日この舞台道具を使っての舞台が演じられたということで、極めて多分演じられた方も全く承知してないことだっただろうと思うんですけど、大変素晴らしい出会いだったというか縁だったなというふうに思います。おまかちょどうもありがとうございました。まあ御舟のアトリエがまだ茅ヶ崎にあります。でしかもこれこういう館具の中に一応入っている。だからまあなかなかちょっとその今後存続させていくのに、まだまだ大変な険しい道のりがあるんですけども、まあ我々こう思い立ったここにも書かれてますけど、文化景観を育む会という NPO がありますけど、そこが中心となってぜひ保存をしていきたいなという活動を今しております。どうぞ皆様、それについてもご協力いただければ大変ありがたいというふうに思います。さて、ともあれですね、今、左側の方にお座りになってくださって、今日大変熱演をしてくださった、俳優の皆様に、もう一度盛大な拍手をお願いしたいと思います。大変素晴らしい。
意味でちょっと圧倒されたという状況でございますが、毎年やっていただければというふうに思っております。では本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。